さあ、ということで。もう眠い。本当は、いつでも食えるラーメン屋、どんだけお腹いっぱいでも、あっさりですごく食べやすいっていうラーメン屋さんに行こうとしたんですが、まさかの早じまいということで、ちょっと行けずに。まさに目の前で眼前でしまったからね。そう、眼前でしまった。本当に。ということで、まあ、ここにも書いてある通り、ね、24時間やってるなんか、しかも何でもあるみたいな店があったんで、こんな、結構周り何もない感じだけど。全然乗ってないやん、ジャルさん。全貌がつかめないよね。怖いわ。まあまあ、とりあえずね、何でもあるっぽいんで。行ってみましょう。ラーメンミニカレーにしよう。うわ、全く同じこと考えてた。あ、マジ？じゃあやめようか。いいよ、別に。じゃあ、それ違うの頼む。そしたら野菜ラーメンでしょ。わ。あー嬉しそう。なんかうまそう。めちゃくちゃいいじゃんこれ。シンプル。めちゃくちゃ多いじゃん。そしてミニカレーが全然ミニじゃん。そうそうそう。嬉しい苦しい誤算。あれ？リテンソバでお待ちのお客様。はい。リテンソバでした。イエーイ。お、なんかすごいいっぱい乗ってんじゃん。ドシンプルな。まあ、天かすは入れ放題です。いいな、このビジュアル。いいっしょ。すごい、このいい意味で安い。どうぞ行ってください。すげー。あ、もう完全にそれ。ノスラ。高校生の時代思い出す。学食。高校の学食思い出す。いいね。新潟しかないでしょ。ローカルです。そう、多分ローカルっぽいけど、ホームページがすっげー手作りみたいな。あ、いいじゃん。阿部寛のホームページみたいな。みたいな感じ。阿部寛のホームページそんなんだ。今見てみよう、阿部寛のホームページ。なんか、ネットワークめっちゃ重なってもあれだけ見えるっていう。そう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 。おい、やばい。マジ？そんな感じだった。やべえな、これ。それ踏まえて、ちょっと田原屋、新潟で調べてみて。田原屋。どうですか、麺もまあ。ああ、ごめん。そういうやつね。勝手にメイト。いや、もうそういう感じでいいんじゃない。自然体の。ああ、うん、本当にそう。喋りながら食いたいやつ。もう一緒じゃん。タバタイルタバタイルタバタイル。そう。こういうラーメン、胡椒入れたから。胡椒は絶対あるもんね。うん、確実やん。トップだよ。学生の頃とかもめっちゃ胡椒とか入れるよ。アホみたいな。そうそう、アホだからね。高校生って。そうやね。懐かしい。懐かしいな。と、あーと。確かに。確かに。で、会話が成り立つ。それをじゃあちょっと今からチャルさんにすするに。これは説であるんで、僕らの。はい、やってみましょう。やったぜ。おー。めっちゃいいニュースじゃん。おー、懐かしい。懐かしいニュース。じゃあいただきます。あー。安定の味だわ。あー。いいな。うまいな。確かに。うん。めっちゃうまい。なるほどね。まあ確かに。懐くね。懐かしいの。懐かしい。ここが1回目だけど。確かに。あれもしかして。ああ。うまくないですラーメン。確かに。うん。どうなん醤油ラーメン。ああ。懐かしいで。懐かしい。天そば食わない。ああ。確かに。めっちゃそばの色濃いね、これ。確かに。懐かしい。バレたー。設立主張ならす。おかしいなと思った。知ってるからね。知ってる。ああ、確かに。懐かしいだけでいける。いけるって。普通に一回でもほんまに訂正もなく忘れて、なるほどって言ったから。そう、俺ちょっとね、確かに言うとなるほどはちょっと混合しちゃってる。ああ、確かに。そばも。あ、でもエビな。エビが3本もあるからね。うん、3本エビ。アディダスってことだね。エビだ。そう。パチモンやね。うん、うまい。うまい。めっちゃ香ばしいじゃん。確かに。もうええねん。言うてまうやん。もう、もっ。めっちゃ言ってるし、ナチュラルにやっちゃってんじゃん。確かに。おい懐かしいな。おいじゃあいけんねん、お前マジでいけるわ。てかでも、なんか、ああ確かに、なぜ懐かしいが入ってるかだよね、でも。はい。いや、いいもんやろ。これ、ほんと一回入っちゃうとダメなんだよな。懐かしいってね、やっぱり共感してる感が出るんだよね。ああ確かに。おぉほら、なんでやねん。お、あ、そう、関西人はそれ入れてもいいかもね。え、関西版懐かしい。ええやん。ええやん、なんだ。うわマジで学食を持ってるから、学校のボスやってんじゃん。高校の時に、うん、おばさん感ある人もやってるもん。うーん、お腹いっぱい。そうなんだよ、俺もなぜセットにしたかだよ。気持ちよ、勇者すぎる。いいやん。待って、めっちゃお腹いっぱいだわ。今のキュウリ1個だけ空いてたし。マジ？てか、この感じだったら三吉も絶対俺いけてなかったわ。ほんと？まあまあ、三吉は別腹。本当にいけるらしいからね、マジで。ありがとうございました。すすりの三重奏が今聞こえたかなと思って。おお。すすりの字アルフィーとしての俺たち。俺桜井なの絶対。チャルさんが坂だったかな。高見沢。どこがやねん。全然。高見沢の楽しくない俺。まあまあ一番メディア露出してるというか。確かに。ベストイット高見。そう。きっとまた今日のゲストは。
どうもどうもどうもさんでー誰なうめえなちょっと味変していい？あ、いいですね。違う味変よ。あ、そういうことね味変よ、そばじゃんな。うまっ、醤油ラーメン。うまいっていうか、そう、懐かしい。うん、さあ、普通のうまいっていう体現してる。味濃いめの、ちゃんと分かりやすくうまくしてる感じな、ね、分かりやすい味噌ラーメン。なんとカレーをね、このカレー好きよくんが、うわー似合う。あ、うん、あ、めっちゃ懐かしいよね、本当に。サービスエリア、ほんま夜中家族で旅行とか行ったら深夜出てみたいな、うん、小学生の時とかもさ、あ、確かになんか朝4時とか3時とかになってて、あ、あれの途中のサービスエリアとかさ、真っ暗な店とかにおることないからさ、小学生めっちゃわかる。バチクソテンションあるよな、うん、マジそのあれあれ魔法やん言い方マジシャン、ブラックマジシャンやお気に入り2体にさだけで攻撃力2000もあるじゃん。うまいデーモンの召喚を召喚出た、マンモスの墓場を召喚なんだ墓場のマンモスやんな、あれな、フィールドカードだからもはやもはやあれですよ、1軒目で1軒でお腹いっぱい使用するとやっぱ失敗するから。いや、ちゃうちゃうね。うん、そういうことじゃないの、口が口がってことですよ。口が、口がな、確かに、うん、口が懐かしいな、うん、あその3つだ、全員がそれだけでも会話できたよ。あ、確かに、あ懐かしい、確かに、あもう誰かが懐かしいっつったらそれ確かに、確かに言うだけのやつやからそれで終わるか、質悪いな。5種類ぐらいはないときついかもしれない。あ